皆さんこんにちは、エフェボーチャンネルです。いつもエフェボーへの投稿、エフェボーチャンネルのご視聴誠にありがとうございます。さて今回もですね、 EBS のフラットパッチはいかがということでですね、今回もう最終回になります、配線編、編集してたんですけどもね、こんな感じでもうひたすらもうなんか組んでる姿ということでですね、完成したこのボード全体眺めていただくと分かる通りですね、非常にねこう綺麗にまとまる、まとまりました、そしてねスイッチャーのね背面あまり見ることないと思いますけどもね、今回ちょっと撮影しましたけれどもね、ブランド統一してることもありますけれどもね、とってもね綺麗にまとまっております。センドリターンのところエフェクターにつながっている、ちょっと大きめの方がねパッチケーブル、そしてその間にあるちょっと小さめの方がですね、こちらが DC ケーブルということでですね、バイタルオーディオのエンカウンタースイッチャーの方ですね、エフェクターに電源供給できるということもあってですね、今回背面はですね、全部 EBS 製ということでですね、これはこれでね、かなり壮観ですし、とってもねブランド統一感があっていいですね。それからパワーサプライね、ぜひ、チェックいただきたいんですけども、エフェクターとねパワーサプライの間、たったこれぐらいしかね、幅が、スペースがないんですけれども、 EBS のフラット DC ケーブルによってですね、これぐらいの幅でもね、組むこと、組み上げることができました。またねエフェクター同士のね、このプラグ部分の幅を見ていただいてもですね、本当に小スペースが測ることができましたので、今回ですね、この全体像、皆様方見てチェックいただいてですね、今後ボードを組まれるときはですね、ぜひとも EBS のフラットパッチケーブル、これね本当にいいと思いました。もうこのボードにですね、もう詰め込むだけエフェクターを詰め込むことができたので、逆に重たくて持てないぐらいになってしまいましたけどもね、それぐらいの効果を発揮することができましたので、そういった効果もありますので、ぜひともね皆様方、パッチケーブル選び、それから DC、ケーブル選び、ぜひともね EBS、お店でねチェックなさってみてはいかがでしょうか。それでは本日も音楽と機材妄想を胸に元気に過ごしてまいりましょう。ありがとうございました。